生漢議論図年記が、鈴木年本とは、明治時代の大阪の浮世絵師、洋画家。月岡義都の門人、大阪の人。姓は鈴木、または鈴樹、名は、雷之助。雷祭、つぼみ祭とゴース。少年は不明だが、義都の兄弟弟子たちとの比較や、講述する明治十年に編集権発行人になっていることから、 安政初年頃から河江年間に遡ると推測される。安藤寺橋通り三丁目23に住んでいた。明治8年には大阪の西木江新聞、新聞図会を執筆し、その半元や尾前から別に地球全外来名教シリーズを刊行したようだ。明治10年半校の西郷隆盛など、西南戦争の立役者たちを大番の大首絵で描いた。 文武光明殿や同戦争の場面を大盤三枚続くで描いた西絵などが知られている。その一方で年季には文才もあったらしく、同じ年に鈴木上成の助の名で自身が編集権出版人となった絵蔵氏薩摩大戦記六編を綿谷貴平から出版している。明治十年代に京藩の風景画シリーズを描いている。これらは、 犯罪や戦争場面を地味泥で生産な場面として描いており、死である吉都氏の影響が伺えるが、やや芝居がかったリアリズムや陰算な中に、快逆性を潜ませた表現を見せ、幕末の歌川派と髪型浮世絵を合わせた年元独自の表現である。風景画では、やはり明治の初年頃大阪を中心とする各地の名称を、 中盤横長風景を二丁掛けに配した、大盤、大日本名所写真鏡を7番まで、計14景を観光したと推測される。画風には、小林清地下の光線画の影響が見られる。しかし、清地下の澄んだ空の表現に対し、年季は昼景でも、独特の濁ったような、暗さが見られ、これが年元の個性であり、大阪の地方色だと考えられる。 没年も不明で、明治30年代半ば以降から消息が追えなく、なるが、大正10年初春の年季が入った友箱を持つ作品が発見されており、これが正しいとすればその頃まで存命だったことになる。あるいは、浮世絵師伝観光の昭和6年の時点までは生存していたとも見られる。明治21年観光の 大阪市中金坊案内の末尾近くに掲載された、所詮成人名の油画家の欄には、鹿島信成、鈴木つぼみさい、石川翔影、聖、林賢人氏、あまりは略すとあり、年季は、つぼみさいの号で油絵にも手を染めていた。明治20年代に出版された、書画番付では、頻繁につぼみさいの名が見える。明治29年出版の、 第日本海へ著名を見立てでは、東張出しとして、浮世油絵系寺町近所、野村薫国、同大阪平野町境筋四鈴木雷人氏と、ある。浮世油絵という言葉は今日では聞き慣れぬ表現で、あるが、先述された、野村薫国は、浮世絵に学びつつ同伴絵本にも手を染めたことから、浮世絵師であって、油絵もこなす両者を、 浮世油絵と表現したと想定される。しかし、つぼみ祭がどこで油絵を学んだかは全く不明で、同時代の資料もあまり残っておらず、現存を確認されている作品も3点ほどしか確認されていない。むしろ、明治20年代以降のつぼみ祭は、引き札や名所絵にその名を留める。明治31年間の東京名所を1 2景は大幅に絵を入れ替えたり、 門人に、林元春がおり、その林元春や元春の門人、広瀬春高によって、同じ体裁の名所絵が大量に制作された。引き札は、ポンチ絵風のものが多い。ありがとうございます。